チェリーです。今回はこちらのアニメイトの1個2000円の福袋を2つ買ってまいりました。去年ちょっとねボークス並んでたりして買えなかったんで、今年はなんとか買いました。さらに結構残ってたかな、夜でも残ってたんで割とみんな買えてたんちゃうかなと思います。まあでもねやっぱ人によっちゃ買わんかったらよかったっていう人もねたくさんおられるんかと思いますけど、今年はもしかしたら化け物入ってるかもしれないんでね、試しにタペストリー入ってる方と入ってない方1種類ずつ買ってきましたんでね、こっつり開封していきたいと思います。チェリーズです。まず1個目はタペストリーが入ってない方から開けていきます。さあどんなものが入ってるのかな今回は。まあ男物とか女物とか多分ごっちゃになってると思います。いつもそうですもんね。できたら女性キャラが多い方がいい。うん、また細かいな。うわ早速男も来た。にぎにぎマスコット。あこれでも男も言うてもあれかグラブルやから、まあでもグラブルでも男塊やな。うおまたパンジー、あのゲーマーズでも出てきました。そんなに売れてないんか売れてないやろな入ってるっちゅうことは。これでもだって1個3500円元取りました。はい、おおやった、これはいい。 SAO のスリーブでもアスナ、アスナおる、アスナオールバージョンや。よっけよっけよっけ。これもうスリーブいらんかな。ロード・エル・メロイのパスケース、スタミューフラフラアクリルスタンド。うんよっ、あーあじゃあキング・オブ・プリズム、まああのキング&プリンスでございます。ほい、おっと危ない危ない、あれあれ倒れるぞ。ドラゴンクエストお宝コインコレクションズ、歌プリのトレーディングハート型缶バッジ。おら、おお、東方のアクリルストラップ、テニスの王子様、テニスの王子様の何やこれ、アクリルキーホルダー。これも東方のアクリルキーホルダー。ラブライブのアクリルストラップ、千子さんのトレーディング缶バッジ、コードギアスの缶バッジ、動画工房アニバーサリーシリーズボリューム3缶バッジやって、いろんなキャラクターいますね。インデックスの缶バッジ、このスバの缶バッジ、これはまあまあいいかな。これは千子さんのやつやね、マレタソがこうやってるやつ、かわいい。うるせえやつらの缶バッジ、レビュースターライトの缶バッジ、エクステラリンク、クリアワイルマスター男性。もう結構終わってきたぞ。おいしょ、来た。おえ？あれ？なんじゃこれ？中の人ゲーム、アクリルスタンド、レビュースターライト、缶バッジ、レビュースターライト、ミニ色紙、クリアファイル。はい、ラストでございます。ほい！おっと？あー、惜しい！惜しくはない。何が惜しいんや。フルグラフィック入ってたやん。あ、これいい。おう、これは花丸やね。お、結構人気なやつじゃないの。ただサイズめっちゃくちゃでかそうやねんけど。いや俺これ見た感じでも L か XL ぐらいあるで。袋の長さちゃうもん。あでもおうおうおう、これはねめちゃめちゃ大当たりちゃう。マジか、フルフラ入ってんねん。すごっ。いるかいらんか言われたら怪しいのばっかりやったけど悪くはなかったと思うで。うん、これ1枚で帳消しやわ。ほな、2袋目いきます。まずタペストリーからいこうか。あ、ええやんこれ。俺好きのパンジーのタペストリー、もうどんだけ入ってんのこれ。ゲマーズも今さっきのも入ってたしね。やっぱあかんのかな。うん、まあまあ俺はこれありちゃうかなと思いますよ。おお、よいしょ。はい、うわ、またいっぱい入ってる。すごい。おお。さっき出てきたやん。俺これ唯一今崎のあの福袋の中から手元にゲットしようと思ったやつなのに2個あるやん。あ、でも違う。あ、よかったよかった。おい、違うバージョンや。やったやった、よかったよかった。一緒か思った。はい、たっぷりきました。
シャーマンキングの缶バッジ、白猫プロジェクト、キーホルダー、銀玉とサンリオがコラボした謎の物体、グラブルーの、つままれストラップ、主人公かっこ女、東方アクリルキーホルダー、中の人ゲーム、アイシーツテッケ過呼吸、俺がお前過呼吸してまうぞ、ほんま。おい、うーわ、また千子さんの、缶バッジ、グラブルキャンバッジ、ファイアーエンブレムミニアクリルフィギュアコレクション、これお前チロルチョコの2倍ぐらいのサイズしかないぞ俺ちっちゃ、月歌缶バッジ、ごちうさのキャラクター場面なんたら、これはちょいと開けてみよっか。うん、あ、めぐちゃん缶バッジかい。え、もうちょっとなんか四角いやつが出てくるかと思ったら缶バッジでございました。あ、危ない危ない。レビュースターライト缶バッジ、サラザンマイサーバンプキャンバッジ、これたっぷり、うわ、これはまあまあいいんじゃない。ご中佐のアクリルスマホスタンドやって、これええな。ドンビランドサガ T シャツ柄パスケース、うん、これはコレクションにはありかな。アイドリッシュセブンアクリルスタンド、内玉アクリルスタンド、文豪ストレイドッグスとサンリオのコラボの何か、ニコニーのアクリルスタンド、これはいいんじゃない、可愛らしいね。なんかさっきの袋に比べるとまだこっちの方がいいな。あれ、なんだこれ、東方のボールペンに、B プロジェクト絶頂なんたらアクリルキーホルダー、こっちか、あ、アニアートのやつね。もうラストでございます、よいしょ。また T シャツ、メイドインアビスの T シャツなんですけど、笛や、うん、ただ笛描いてるだけ、笛吹きジョニーってか、お前。まあね、正直言っちゃうと一昨年に比べたら全然俺的には結果的にはマシかな。 T シャツ入ってる時点でもう OK ですし、なんやったらね、そのお金で換算してしまったらもうこれ定価3000ですからね、超えちゃってる。いるかいらんか言われたら怪しいところあるんよ、やっぱそういう問題になってくるとね。うん、けどまあやっぱり物流が多いからね、おもろかったかな。はあ、どうしよう、全部福袋行きやの大袋行きになってまうかもしれん。まあアニメイトの福袋最後全部並べて見せようと思ったんですけど、無理です、めちゃめちゃ多い。もし見逃した人はもうちゃんと巻き戻してください。テンポよく多分作ってると思いますんで見やすいと思います。はい、まあじゃあ次もね、福袋開けると思いますんで、ごっつり楽しみにしておいてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。